皆さんこんにちは、トロンボンプレイヤーの大岩和樹です。今日は5月3日の日曜日ですね。5月入ってから、東京はちょっと穏やかな日が続いていて、もう個人的にもね、なんか旅行行きたいなっていうふうに思ってしまうんですけども、もうちょっと辛抱かなっていう感じですよね。昨日ですね、YouTube に上げてる、演奏動画のちょっと概要欄の説明を一部こう、英語に書き換えたんですよね。で、そうしたところですね、海外の方からちょっとコメントいただきまして、でそこに書かれてたのがですね、Hope you don't mind me watching っていう風に書かれてたんですよ。で自分もあんまり英語得意じゃないもんで、これは何なんだと、でまあなんかドンマイって書かれてるぞ、ドントマインドって書かれてるぞっていうことで、日本語に直訳すると、気にしないでよっていうことじゃないですか。これはなんか良くないことを書かれてるのかなって、なんかこれから悪口を言うけどあんま気にしないでくれよっていうことを書かれてるのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、なんかよくよく調べてみると、I hope you don't mind me っていうのは、なんかこう、英語のちょっとお世辞というか、なんだろうな、その、お忙しいところ失礼します的な、その日本のこう文法みたいな、ものらしくてですね。で、ここで言う、Hope you don't mind me watching っていうのは、その、視聴失礼しますっていう、ことだと思うんですよね、おそらく。で、その後の文脈を見てみると、突然の視聴失礼します、ちょっとなんかお友達になりませんか的なことが、こう、つらつらと書かれていて、どうやらこれはあんまり、悪い意味ではないぞというふうにこう理解しました。なかなかね、やっぱその、自分も単語単語ではこう理解することはできるけど、その英語の文脈でこう見るっていうことだったりとか、そのスラング的なことっていうのは結構その難しいですよね、理解するのに。なんかこう単語はこういう意味なんだけど文脈になるとちょっと違うみたいなね、難しいですよね。自分も3年前かな、ニューオーリンズに行った時に楽器持ってねブラーっと行ったんですけど、そこでお友達になったホームレスのギタリストのトニーっていう人とですね、その滞在期間中ちょっと仲良くなって、でもう土砂降りの中2人でセッションして、報酬をね、2ドルぐらいだったんですけどもらってね、すごい楽しい思いをしたんですよ、そのトニーとね。で最終日、滞在の最終日にこうたまたま街中でトニーに会えたんで、あトニーって言って、で自分もね、最後ちょっと行きたいライブがあったんで、急いでたんですけど、なんかそのトニーがボン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 話してくるもんだから、あごめんちょっと早く行かなきゃいけないんだよねみたいな風な話をしてね、結構強引に別れたんですけど、そのトニーがね、帰り際に別れ際に日本語でさよならはなんて言うのっていうことを聞いてきたんですよ。でんちゃらかんちゃらインジャパニーズっていう風に聞いてきたんですけど、なんかその自分は単語から理解して文脈を自分の頭の中で処理するのに結構タイムラグがあるんですよね。でなんかよくわかんないまま、じゃねーみたいな感じで別れちゃったんですけど、そのトニーがその っていうのをさよならっていう意味と理解してしまったら申し訳ないなと思って、なんかこう個人的にずっと反省してるんですけど、でも多分そのな自分の中でそのさよならは日本語でなんて言うのっていうのを
こう頭の中で考えた時に、なんかバイバイっていうのはなんか嫌だなと思って、さようならってなんかこうまた会えない気がするじゃないですか。でなんかまたねっていう意味でこう教えたかったんですけど、それがすぐ出てこなくてですね、まあ英語で言うところの、See you again ですよね。なんかそれを伝えたかったんですけど、なかなかその文脈をこうお伝えするっていうことが英語の中では、会話の中では結構こう理解が難しいなっていうふうに思っていて、でもその反面ですね、その文脈っていうのを理解すると、多分そのつらつらっと英語のね、こう敬語だったりとか言い回しだったりとかっていうのはこう喋ることができると思うんですけど、その多分その英語学習歴的にはですね、自分なんかもう1歳とか2歳とかそれぐらいの言葉の範囲で喋ってるので、なんか食べたい、行きたい、なんだトイレ行きたいみたいな、それぐらいの言葉の範囲でしか喋ってないんですよね。でなんかそんなことで喋ってると、その英語って多分ちょっとダイレクトな感じがして、で逆にその距離感が近いなっていう風に感じるんですよね、相手との距離感が。だからなんかこう日本語で喋ってるよりもちょっと、なんだろうな、グローバルというかフレンドリーになれる気がして、そこはちょっと自分海外行った時に英語で喋るっていうのはなんか意外と楽しいなというふうに思ってるんですけど、ですね、なんかこの喋ることに対してですね、個人的な目標を定めていて、5分以内に喋れたらいいなって思ってるんですけど、もう5分過ぎちゃいましたね。第2回なんかもうなんか17分とか喋っててすごい大変なことになってましたけど、今日はですね、英語の文脈って理解するの大変だよねっていう話でした。チャンネルの方ではですね、演奏動画もちょこちょこ上げてるので、もしよかったらそっちの方もね覗いてみて、気に入ったらグッドボタンとかチャンネル登録とかしていただけたらなというふうに思っております。それでは、トロンボンプレイヤーの大谷和樹がお送りしました。 See you again、 またね。